はじめまして、エルドラドです。今回の動画は、サルゲッチュ2のニューゲームプラス、エニーパーセント RTA に初挑戦した時の生配信のアーカイブ動画になってます。ニューゲームプラスというのは、いわゆる強くてニューゲームのゲームモードです。なんと、エニーパーセントという最速クリアを競うカテゴリーよりも、さらに早いタイムでゲームをクリアすることができるカテゴリーになってます。新しいカテゴリーの初投資、どんなプレイを見せるか、いい記録を出すことができるのか、というところにご注目してご覧いただければと思います。それでは動画本編にどうぞ。サルゲッチ2、エニーパーセント RTA、ニューゲームプラスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと待って、L1 を押しながら、丸。完璧。ちゃんとラップも用意してきたわ。待て、わからん。ちょっと、もうわからん。これか。これか。やべ、クソグダってるし、しかも、間違えたし。あ、待って待って待って。あれにしないといけない。マジックパンチにしないといけない。にょ。うんち、うんちは何それ、うんちしないでください。あれ待って、これさ、なんかワールドレコードのとこおかしくなるかもしんない。許して。にょにょっすでーす。待って、マジックパンチがセットできてない。まあ、いっか。うん、最初はいいや。どっかでセットしたいな、でも。これ最初だから多分、あれだぞ。全部レインボー出るぞ。それはそうなんだけど。どっかでマジックパンチセットしたい。でも目標はわかんない。目標は自分で決めてくれ。おのおので決めてくれ。なんなら。いや、わかんねえ。あ、違うわ。ここダッシュアップ使わないといけないな。いい感じだと思ったのに。でも、リカバリもやりやすいですと。こんばんです。グッドラック、センキュー。ねるねるさんだ。ありがとうございます。来ていただいて。うわ、これ世界でプラスつくの辛いな。まあ、初投資なんてこんなもんですよっていうところ見せましょう。にょーす。にょっす。ねえ、これさ、配信のタイトルさ、強くてニューゲーム、エニーパーセント RTA とかにしてるんだけど、なんか語感めっちゃ悪くね？五感悪いよな。見栄えもなんか悪い。いや、普通に NG プラスで伝わるかな。いただきー。そこ迷っちゃう。迷っちゃうっていうのはマヨネーズのマヨじゃないからね。ちなみに。普通に迷っちゃう。で、ここトビンガー使いますと。めちゃめちゃいいやん。ラジオ面白かった。ありがとう。そういえばラジオ出た俺。それ過去。下話出させてもらいました。完全に忘れてたわ。今日ラジオ出ました、僕。吹き出し、取るな。これか？あ、間違えた。ちょっと待って、集中するわ。
神経をすべてコントローラーに集中させよう。うん、ラジオ出ました。声優さん可愛かった、声優さん可愛かった。早っ、もう終わり。ブルゼン早っ。ああ。ゲハなし。え、どんなあれだっけ、どっかがカタカナだよな。くそ、わかんねえ。ゲームでお話し。あ、くそ。やりながらやるけど、俺は。で、ここ、エニーパーセントとルート違うので注意。あれ？これどうしたらいいんだ？ジャンプするのかな？ちょっと細かいとこは後々詰めていくから、とりあえずざっくり、やっていくわ。まあ、いきなり一発目で世界一位取ってもいいんだけど、まあ、さすがにね、あのドラマがねえから。やっぱドラマ欲しくね。で、ここ捕まえて、これ戻って、で、ここ2匹捕まえて終わりです。早っ。え、もう終わり？早っ。はい。ぴったりでしょ。今日ね、今日公開してもらったんだけど、ゲームでお話っていう、まあ個人でやってるラジオ、なんていうのかな、ゲームラジオ、ラジオ番組に、先週ぐらい収録したんだけど、それに出させてもらってます。ありがとうございます。正直恥ずかしいんであんま聞かないでください。正直、正直ね。ニョスです。ちょっと待って、ニューゲームプラス早すぎてついていけねえ。収録の後に世界記録出したからいい感じに修正入ってた。そう、なんか収録の後に世界出したから修正してもらった。あ、ウッキーブルーのラップ撮ってねえし、ドッキリキャストのも撮ってねえわ。ちょっと待って、そっか。え、ちょっと待って、アンドゥーで、もういきなりラップ撮り損ねたんだけど。ワロタン語。スキップスキップスキップ。まあいいんですよ、こういうのは。ちょっと適当でいいんですよ。そこの一人が、まあ、ずっと俺の視聴者でっていうのがあって、まあ、ちょっと声かけてもらって出してもらいました。間違えた。ここいるんで捕まえましょう。なんだお前。どこだっけ、こっちか。ルート覚えてなくて草。今回ちゃんとルート通りに行けてたら OK とする。マジックパンチあるからめちゃめちゃイージーだぞ。あおりー。なんかさ、タイトルいい感じになんないかな。
強くてニューゲーム any%RTA ってなんか互換が悪い。やっぱ NG プラスでいいかな。でも NG プラスって何ですかっていうコメントで溢れかえるじゃん。毎度毎度。すみません。NG プラスって何ですか？何が違うんですか？いいんだけどさ。俺はイラつかないけど、視聴者がめちゃめちゃイラついたらどうしようって思っちゃう。そんなことはないと思いますけど。皆さん、優しいので。強くてニューゲームってよくわかんない。だから、強くてニューゲームよ。強くなった俺が、異世界転生してしまった件についてみたいなもんよ。NG プラスって何ですか？ NG プラスはニューゲームプラスの略で、あれです、強いです。最初から全てのガチャメカを持った状態で、スタートすることができるので、通常のプレイよりも圧倒的スピードで進むことができます。行き過ぎた。ここむずっ。ニョッスと言いますと、え、わかんない。これわかんない。今のでわからんか。つまり普通にニューゲームで始めるよりも早くクリアすることができます。同じこと言ってんな。同じこと言ってんな、俺な。同じこと言ってるよな。なので、早いです。飛ばせないな。で、ここは、これです。強くてニューゲーム RPG っぽい。アクションゲームでも使わないかな。なんて言うんだろう、逆に。なんて言う？なんて言ったら伝わる？一般人に。普段ゲームしない人に。ゲーム用語だよな、完全に。もう終わりこれ。早っ。かけるくんば。かけるくんって誰ですか？って言われたらどうする？かけるくんだと何が違うんですか？一緒じゃね？結局。すみません。かけるくんって誰ですか？増えるぞ、逆に。逆に増えるぞ。かけるくんだと何が違うんですか？とかけるくんって誰ですか？一般人なんて一般人 RTA なんて見ない。でもわりかし見てない？みんな一般人じゃないの？俺芸能人だけど。ラジオ出たし。これむずくね？かけるくんが NG ってことですか？ NG の単語出てないのよ。かけるくんバーだったら、もう分かってんだ。たぶんあと5年はラジオこっそり続ける。え？で？俺ラジオ出たけど、お前は？俺ゲームラジオ出たけど、お前は？これむずくね？やばい。最低な世界だな、ここは。助けてください。うりゃ、くそ。これマジックパンチだとさ、むじいな。最初あれだね、慣れるところだね、やっぱりね。
慣れるところから始めないとね。このルートとかマジックパンチの仕様とかが特に全然違うから。このステージはあそこをスルーするんだ。ここは普通に捕まえちゃってこいつをスルーします。ヒカルくんの方がタイプだったなぁ。あら。あら。でも、一週間後。やっぱかけるキュンなんだよなぁ。できるわ、普通に。いろいろ試しながらやろう。やっぱ、かけるキュンなんだよなぁ。そう言ってる未来も見えます。俺はその未来を目指します。ていうかこれさ、多分1週間ぐらいで世界取るわ、マジで。土日で取るわ。赤字10億円に人気 YouTube 事務所、あ、無理ないんだ。ウーム南極、うん、赤字っつってもさ、赤字っつってもって感じじゃないの。これやっぱこれがいいな。いや、むずい。それ2の絵に再会来た時も言ってた。なんか言ってたっけ？え、何の話？それって、どれ？やばい、今日さ、マジで尿意がやばい。本当に尿意がやばい。クソかわいい。尿ういじゃなくて尿意がやばい、マジで。今日マジで2分に1回ぐらい出る。あ、これもう終わりか。早っ。ボス戦マジ早ないねえ。ボス戦マジ早ない。ウームって誰で甘えたのが 95% ぐらい、 95% ぐらいいるイメージ。95%? ウームって何？何してんの？なんで赤字になるの？広告収入なのに。あ、しまった。終わりか。早いな。ボス戦早すぎてわからん。そ、2発でクンクンってこと。5、機嫌よう。5、機嫌よう。ご機嫌よう NG ワードじゃないですよ。なんかピンク線早えな。世界。なんかね、難しいね。慣れねえわい、まだ。まあ、そりゃそうか。初めてかも。ぶん殴れるわけよ。ぶん殴れるから、それ、これはこれ強いぞ。やば。何それ。あー、そっか、ここムービーないのか。
ムービーないのが なんかちょっと難しい。慣れねえ。なんかかけるくん新鮮。全然違う。なんか同じなんだけどさ、言って。言って同じなんだけど、なんか全然違うように感じる。これ2発かな。早く。よし。で、あそこのでっかい壺がマジックパンチで壊せるので、壊してこいつ捕まえます。なんかジャンプ力とか変わってたりしないよね。なちょっとむずい。やっぱパチンガーの、パチンガーじゃない、マジックパンチの操作性がね全然違うからさ、メカ棒とそこの慣れ、そこの慣れがなかなか厳しくなりそう、課題になりそう。え、でも1週間後には世界取ってるわ。ね、うまいもん俺。ちなみに、ああ、やっぱいいや。かけるの方がジャンプ重そうに見える。多分変わんないはず。多分。なんか違う。なんかでも違うように感じるんだよな。変わんないはずなのに。でや、あれ、何なんだろうね、いまいち差は分からん。いや、ない、多分操作感はもう全然一緒。一生一緒。何？エンゲージリング。ここもマジックパンチでボーンって言っちゃってもいいかもな。このステージはもう何にもルート変わんないんで、そのまま行くだけです。あんまり面白みはない。いただきーの声に違和感しかない。マジわかる。マジ、それ、わかるんごねー。あー、いただきサルゲッチワンの録音使ってる流用はある。このフンって声とかダーってやつもワンのボイスだよ。だから多分プラスアルファでなんか撮ってんだと思う。いただきーとかこの辺はなかったやつだもん。あ、そう、落ちた時の声とかも同じやつ使ってる。いただき男子。いただきって何？猿捕まえていただきもちょっとおかしくねって思うけどね。まあ、やっぱ1年
ぐらい、あ、違うな、これサルゲッチ1からさ何ヶ月後の話とかなんかな。ちょっと大人になってんのかなって思ったけど、それもわかんないや。いただきます、いただきますもおかしいだろ。猿捕まえていただきますわ、ちょっと嫌だろ。給料出るんでしょ。あー、給料出んのかな。これデアー、デアーは完全に初代。ここは地味にむずい。ついた。ああ、しまった。せめて。あ、間違えんじゃんじゃん。ここむずいな。ちょっと待ってくださいよ。どけ。どけ。で、ここ取り寄せる注意。これ無事、このさ、隠し扉にいる猿全員強くてさ。なんか取るのがむずいんだよな。捕まえるのがむずいんだよね。なんかむずいんだよね。なんだろうこれ。ファンの理由と2の新力で声違いすぎ。なんかもうちょっとね、なんかできたでしょって思うけどね。まあおまけなんで。ていうか声の人一緒かなこれ。なんかもう別人まである、ここまで来ると。あー、しまった、イエローじゃねえ、ホワイト戦マジでわかんねえぞ。ホワイト戦マジでむずいぞ。たまにゲッチした時に性病って言ってない、言ってる。成功って言ってるけど、成功って言うから、いろんなあれに、ここ無人だよな、最初が。最初もこの運量、整理、最初も攻撃してもらって、で、殴って、これもうセットアップとかできねえぞ、もう。間違えた。間違えちゃうと死ぬんじゃねこれ。あ、死ぬわ。ん、どうすんだっけ、ちょっと待って。合ってる、合ってないよな。あ、じゃあ早っ、ムービーないから早い。これ初めての投資でなかなかな記録出る可能性ある。あ、全然ある、全然ある。なんならもう一発目から世界出しちゃおうかなって思ってたけど、まあさすがにそうはいかねえな。思い出しながら行かないといけない。と、ホワイトはちゃんとやんないといけないな。ここは、今はもう課題抽出の時間。なんか仕事みたいでごめんな。課題抽出の時間です。とりあえずやってみて、どこができないんだろうって。さ、20% のさ、感覚が染み込んでてさ、どこでムービー入って、どこで、スタートボタンを押さないといけなくてみたいなのがもう全部入ってるからさ、それに慣れちゃってるから、そこに柔軟に対応できるかどうかが関わってくると思いません？いただきー！なる。
なる。やるね。いただきいただきがやばい。じゃあ海賊アイランドは何それ、何それ。なんとルート変わんないのでそのまま行っちゃっても問題はありません。こうマジックパンチをなんか使って、あー強いて言うならこいつかな。こいつの刀がメカ棒だと3発なんだけど2発で倒せる。でビスケット全然来ないで、そこのビスケットも回収する必要ないので、こっちから、あビスケットじゃねえわ、爆裂玉かないので、こっちから普通に行けちゃいますと。はいポンポコリンと OK。 初見ですし、ヒカルではなく2周目追加のかける勝ってる。そうです、強くてニューゲームなのでそういうカテゴリーの RTA になってます。初見さんいらっしゃい。そしてここのステージはちょっとだけエニーパーセントと違います。ね、NG プラスでさ、どんぐらい伝わるな、みんな NG プラスって聞いて伝わる。強くてニューゲームの方がやっぱわかりやすいよね。エニーパーセントを日本語訳するとさ、最速クリアになるのね。で、ここ羽生結弦くんを捕まえて、羽生結弦くんゲッチからの、ここがわかんねえんだよな。これもう上行くんだけどさ、場所がわかんないから、うーわ最悪だこれ。やっぱしまった、この辺で飛ばないとダメだね。どこ行った、うわパンチ。なんつってんのかわかんねえよ。これさ、これよくね？こうだと思う俺。違うか。ここのいい捕まえ方ないかな。こいつめちゃめちゃ強い。こいつにやられる可能性ある。なかなか厳しい。ここの最適化が重要だと思います、このステージは。マジックパンチでしか壊せない場所がさ何個かあるんだけどさ、そこの中にいる猿がめちゃくちゃ強いの。これさっきも言ったわ、その猿にいかに対応できるか。その壁とかオブジェクトを壊した瞬間に攻撃してくるから、どうしたらいいのかにゃーん。にゃ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 ーんって感じです。な、見えねえ。で、ここはもう、あっちにいるサルはスルーしてこっち行きます。ポンポコポン。いただきが気になってしょうがない。ああ。お前全然関係ない話していい？ペペロンチーノって作るのめっちゃむずくね？俺今日パスタ食べたくてペペロンチーノ作ったんだけど、ペペロンチーノ全然味しなかったわけじゃないんだけどさ、なんか、ちげえっていうか足りねえなーって思った。
塩なのかな、そのパスタ茹でる時のペペロンチーノ作る時のコツを教えてほしいけど、多分ねペペロンチーノの作り方はもう料理界隈で一番荒れると言っても過言ではないのね。料理動画でペペロンチーノ作るとほぼ 100% コメント欄が荒れるの。みんな荒れてんの。いやいや違うよ、こうだよペペロンチーノは。味付けがシンプルすぎて素人には無理、無駄にソース、素直にソース買うのが一番美味しい。え、ペペロンチーノのソースって売ってんの？え、でもさ、あんな簡単に作れるんだったら作りたくない？ペペロンむずいよね、わかる？ペペロンチーノのことペペロンって言うの？待ってる、それ。これさ、今試したいことがある。あ、変えれるんだ。これでいいな。ソース売ってますね、一人用だけ。え、ソースって混ぜるだけのやつとか。それでよくね、じゃあ。間違えたー、しまった。癖でメカボを殴っちゃった。結局うまければいい。だって塩とさ、これじゃダメなんかな。あ、こうなっちゃう。これダメかな。これ遅いか。コンビニのペペロンチーノにソーセージ乗ってる。あ、それあれでしょ、セブンのやつでしょ。あれ？ダメだろ。ちょっと強い。え、ちょっと待って。え、なんで？レッドの倒し方がわかんない。やっぱボス戦ちょっと癖あるなぁ。ちゃんとメカ棒で殴らないとダメなんだね。パスタソースのって200円出せばかなり美味しいやつ買えるのに繋がるほう。でも200円出さないと美味しいやつ買えないんだよ。パスタなんてさ、めちゃくちゃ安く作れるのにさ。だって自分で作りたくない。自分で作ったら多分20円もしないよ。ペペロンチーノなんて油と塩とあれだけなんだから、ニンニクと俺鷹の爪入れないからそれだけなんだから。どこもあってセブンのやつめっちゃ美味しくない？セブンのさ、なんかペペロンチーノの上にベーコンとソーセージとあと何個が乗ってるやつなんだっけ、忘れちゃった。何個が乗ってんの。それめっちゃ美味しい。なんでコンビニのやつあんな美味しいんだろうな。一生食べてたい。多分油の使用量が違うとかそんな感じかな。知らんけど。え？
ね、あれ赤ちゃんバーどこ行った？2食入り150円でも普通に美味しいから、家賃考えると総合的にありですよ。あーちょ、こいつどうやって捕まえんの？え、でもグーなしでしょそれ。グーない、なくね？グー欲しくね？グーいらんの？これ変えていいのかなこれに。いや、いらないな。ん？変えんのかこれ。変えるな。変えてどうすんだ。その体力調整する意味ないな。なんだよね。何が起きた今。あ、何が起きた今。あ、何が起きた今。あ、できない。何が起きてるこれ。敵からドロップしないんだが。これトリンガー使うより早いのかな。早いな。フライパンで少ない水でコンソメ入れて麺茹でるとうまく。フライパンで少ない水でコンソメ入れて麺茹でる。コンソメ入れると何？何ができるのそれ。コンソメパスタ？コンソメ入れると何が起きるのそれ。しかも邪道なの。な、パスタ奥深すぎん？奥深すぎん。無限の可能性秘めてる本当に。にょっす。水いっぱいの鍋。いや、そう、わかるそれ。水いっぱいの鍋で十分に浸かるほどの鍋でみたいな。これ無理よ。そんな鍋まずないし。ちょっとそこの深いフライパンしかないし。味に、麺にコンソメの味が染みてペペの美味しくなる。日本人好みになる。へぇー。それじゃあ明日やってみるわ。コンソメなんかないけど。ちゃんとこげ、でも自分で作れたらマジ強いよな。いやでもぶっちゃけあれなんだよね。パスタ買うときにパスタソースも買っちゃった。普通に。ミートパスタ。ミートソース。こっちの方がうめえんだろうなーって思いながら、今日ちゃんとペペロンチーノ作った。鶏もも肉のせペペロンチーノ作った。
最近無駄に自炊してる気がする。これか。コンソメなかったら鶏ガラとか塩だとか。塩はさ、違う、塩は基本じゃないの？大量の塩で、大量とかなんか 1% の塩でみたいな。1% の塩で、なんかそこがめっちゃ重要らしいけどね。鍋も鍋出し買った方が安い。え、でも物によらん？それは。絶対早い。鍋の素買った方が絶対早いし安い。鍋キューブはいい。鍋キューブが一番いい。あれもう最後。早いな。普通にもうこの時点でエニーパーセントより圧倒的に早いんだわ。こんな適当な走りでエニーより早いんだ。すごくいいじゃん。ニューゲームプラスめちゃめちゃいいじゃん。え、もう終わりこれ。早くね。え、もう終わんのこれ。このゲーム。早っ。これでいいのか。少し多めに入れる。鍋キューブは素晴らしい。鍋キューブは本当にいい。視聴者に向かってボン！あ、できない。しゃがんだままでもいけるんだ。でもラスボスはさ、別に倒すの変わんないんだな。ここだけちょっと違うけど。パスタうまく作りたいな。自炊しててさ、マジこれ本当に楽ですよみたいなやつない？楽でうまいですよ。ドラドさん、これマジで楽だし、うまいし、栄養価も高いですよ。なんなら安いですよ。今殴った俺。鍋なんだけど、鍋飽きちゃった。マックは栄養価がダメ。冷凍餃子は栄養価がダメ。ちょっと筋肉を落とさずに痩せたいから、タンパク質いっぱいのやつがいい。コオロギありえない。これさ、何回なんだろうこれ。カレー。いや、カレーだよなぁ。なんか、出てくる。料理、楽で検索したらカレーが出てくる。あ、2回なんだ。なるほどね。納豆とかさ、納豆食わないっす。納豆好きじゃないっす。すまそう。そんなこんな言ってる間に、おしまい。そんなこんな言ってる間に終わりました。早っ。ちょっと待って、エンディングないから早え。エンディングないから早え。終わるのマジで一瞬だ。あー、寿司早や早や早や。うおー、やばいやばいやばい。レーンの速さより寿司の速さの方が早いやないかーい。はっはっはっは。早え。
マジで早い。一瞬すぎる。48分50で終わっちゃった。まあ、これはこれで一旦、事故べってことで。一応、あ、しまったな。キャプチャも撮る暇もなかった。一応、初投資。一応、初投資としてあげとくわ。X にあげとくわ。もう世界まで3分ないね。こんばんにょっす、にょっす。にょーん、ニューゲームプラスってさ、48分50でしょ。もう今時点で世界5位だもん。ごめん、今時点でもう世界5位。